金魚ありがとうございます思うんですけど、私の初めての生誕祭なのでちょっとあのね DMM でもいや見てほしいなと思いますねこんばんは。でもすごい楽しみなんですこんばんは。生きたさが異常でした。そうだよね、生きたさ異常だよね、そりゃそうだよ。初めての生誕祭で、そうそうなんです。こんばんは。リアタイ視聴は欠かしません嬉しいです。 DMM もご覧ください。サイリウムの電池もう準備満タンこんばんは。あのね、生誕祭当日はあの青のサイリウムカラーを黄色とオレンジでいっぱいだといいなって勝手に期待してます。こんばんは。私の生誕ってできればできれば、でも全然あの昔の生誕ティーでも全然嬉しい。今年の生誕ティーある人は今年の生誕ティーとかなんですか。私も多分その日リーハできるから初期ありがとうございます。古田葵です。体力以外準備万端やで。じゃあもう当日まで寝て、寝まくって体力満タンにしといて。こんばんは。かいありがとうございます。でもあと5日なんだよみんなあと5日なんです。公演初日迎えてからでも3年分。そうなんですよ。だから私13で NGT 入ったから14、15、16歳って生誕祭できてなくて、4回目の、そうか、私4回目の誕生日なの。14、15、16、17、4回目の誕生日で NGT 入って、すごっ。え、そうだよね、うん、そうだ、そうなんです、4回目だ。で、初めての生誕祭で、そう、こんばんは。そんな感じで、だからちょっと頑張ります。でも楽しみ、本当に楽しみ、なんか本当に楽しみこんばんは。こんなに早くできるとも思ってなかったし皆さんありがとうございます。誰からお手紙来るんだろう、わかんないんだよね。青さ探ってるのちょっとお手紙探ってるの、なんか探ってるっていうかさ、探ってるんだけど全然わかんないんだよね。あの探ってるのちょっとあのなんかさ、多分本番わかると思う。探ってるんですかわいい、ありがとうございます。多分さ、あれじゃない？あのなんかこれはまた生徒触ってから話そう探ってるだけ言ってきますね。探ってるんです。そう、でもさ
の生誕祭ってお母さんじゃないですか。でも分かんないんだよね、探ってるんだけど分かんないの。まあ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 、そのお話とかも生誕祭終わってからとかね、話してたらいいなとか思ってるけど、まあうちにしろ。こんばんは。だから多分本当に分かんないままお手紙聞くことになる。今こんばんは。探ってる。ひなえらしいね。そう、テラヒナママ、普通にテラヒナに行ったらしくて、ゲームテラヒナママらしいなって思った。こんばんは。嬉しい。いやでも本当に楽しみ、なんかすごい楽しみ。間違えないようにしよう。ごめん、間違えないようにしよう。大本命パパ、本命ママ、太鼓兄やん、大穴村長。村長あるかな。いや、わかんないけどさ。いやもうこれはもう楽しみにしておこう。ちょっとみんなもね。話せれば持ち込みかな。泣いてる人がいると。え、日向さんでも泣いちゃうかも。オーナー、あのね、テラピの妹ちゃん、まっだいぶ大穴ですね。テラピーの妹に最近ちょっと距離取られてるか、なんか多分私がねテラヒナのお家すごい行ってた時は、そのテラピーの妹も青の子って多分すごい、自分で言うのもあれだけど、すごいなんかすごい好きで行ってくれたなって思うんだけど、時間経ってからなんか夢ゆなに推し変したらしくってと思って、まあそりゃそんなに通ってなかったからそうなるのも当たり前だなと思ってるんだけど、推し変されたんだよね。でもメンバーの中でテラヒの妹に会った回数多いの一番私だと思う。これは自信あるんだけど、ちょっと夢のに推し変されちゃって、なんかそのテラヒナの妹もなんかテラに「次夢なちゃんいつ来るの?」とか言ってるらしいの。私の話一つも出てこないんだって。いやまあ分かるよ、分かるけどさ、ちょっと寂しいかなみたいな。いやでも私吉尾と福ちゃん、吉尾と福ちゃんあるかな。吉尾と福とか30%くらいの確率ある気がする。ちょっとちゃん私とコミュニケーションできるんですよ。そう、なんかショート福ちゃんに私はとても感謝を伝えたいんだけど、あの二人はどう思ってるか分からない。でもあの二人ならきっと私にいろいろメッセージくれると思うんだけど、そうそう、だから 30% ぐらいあげると。こんばんは。こんばんは。ハンナル、そのコミュニケーションを理解しなくちゃいけないと。そうですね、なんかそうでも本当にね、
なんか吉本ワークちゃんってねすごいなんかあんまり頭良くないんですよ。でもなんかその私との意思疎通はすごい上手なの。こんばんは。でも最近本当に会ってないから何ヶ月、お正月に会った以来会ってないから、本当に会ってないからちょっと意思疎通ができるかどうか分かんないけど、こんばんは。でもとにかく楽しみ、私は29日楽しみなので、それまでいっぱい寝たいと思います。こんばんは。ね、久しぶりのスモアだもあるし楽しみ、すごく思いっきり泣いてんだよ。いや、わかんない、私多分泣く、いや、わかんない、なんか本当にわかんない、なんかそんなにさお手紙をさ朗読していただいて聞くとかさ初めてだしさ、手紙が来た場合ね。初期ありがとうございます、古田葵です。私さなんかもう、そういやでもちょっとなんかそう自分がお祝いされる側になったら多分もう嬉しい、すごい嬉しいんだろうなって思う。いやでもわかんない、わかんない、わかんないよ、本当にわからない。でも楽しみ、楽しみなことには変わりはないです。初期ありがとうございます、同い年なの嬉しいです、こちらもです。高校生頑張りましょう、私ももうすぐテストあるので頑張ります。アフタートークちょっとさ、いろんなメンバーのアフタートーク見てきてさ、ちょっと怖いよ、ちょっと怖いよね。ちょっと怖いよ、ね、アフタートーク私すごく怖いけど、それも楽しみ。でもさ、ちょっと何言われるか分かんない、アフタートークあんまりなんか変なこと言われないといいな。こんばんは。あれちょっと結構怖いよね、アフタートーク。本当に多分今まで話してなかったこととか出てきそう、分かんないけどね。でも29日だからすぐだ、スタートークまおいちゃんの生誕が、生誕さんが初見になります。そうですよね、ありがとうございます。アフタートークもさ、いやもう生誕祭自体初めてだからさ、なんかもうドキドキだよね、本当にドキドキ、本当にドキドキ、本当に楽しみ、なんかダメだ、もうそうなんかね。でもそのさスピーチとかもさ、あんまりなんかいろんな方に目の前にして、ファンの方を目の前にしてさ話すことってさないし、多分すごい貴重な機会だからね、頑張ろうと思ってますけど、明日休日出勤です。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。なんかさ、そうもうまだ応募始まってないけどもう休み取ったみたいな人も結構いてくださってさ、もう嬉しすぎて、なんか嬉しすぎて本当に嬉しい、ありがとうね、みんな、こんばんは。だからなんかちょっとちゃんと、ね、スピーチとか
ドキドキするこんばんは。なみさぷんも練習してこなしておかなきゃ。手振る練習、みんな、あの、私歩き歌いながら歩くとすごいぎこちなくなっちゃうから、ちょっとちゃんとこうやってできるように頑張ります。時も青ちゃんの涙号泣したから、号泣間違いない。え、でも私泣くか泣かないかまだ分かんないからね。アベマも懐かしいな。ハッピーハッピー。なんかさ、こんなに私さ浮かれてたらすごいなんか変な、すごいあんま良くないこと起きそうだから、ちょっと落ち着くね。落ち着いて本番迎えるように。でも落ち着こうと思った方がドキドキして、そのこと考えよう。でもちょっと何しよう、なんか興奮しない。金魚ありがとうございます。当日冷めないように。そうだね、ちょっと当日冷めないように。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。え、そんな感じ。はあ、ね、どうしよう、なんかもう手汗が止まんないよ。こんばんは。でもちょこんばんは。そんな感じ。いやでも公演楽しみ。公演も楽しみ、生誕祭も楽しみだけど、まず公演できることが嬉しい。なんかさ、私このご時世もう今すごい大変じゃないですか、コロナが。だからさ、すっごいなんか公演したい、ステージにめちゃめちゃ立ちたい欲も常にあるんですけど、なんかあんまりね、それをなんかガツガツ言っていいのかとも分かんないなって思って、最近それがちょっと悩み、なんか悩みじゃないけど、東四公演初めてです。東四公演。こんばんは。言うのはいいかな。なんかさ、スタッフさんとかさ話してさ、なんかステージに立ちたいですって行ったとしてさ、いや今はコロナだからそう言われてもみたいな。ね、でも私はもう常にステージに立ち続けたい。なんかもうなんかさ、 SNS もさ頑張らなきゃいけないのも分かるんですけど、いや分かるんです、すっごいもうそれも重々承知の上で。すっごい分かるんですよ。なんかもうさ、今の世界なんかやっぱりなんかテレビより携帯見る子の方が多いじゃないですか、同い年の子とか同世代の子とか。はい、ありがとうございます。だからなんか自分をさ、なんか何？知ってもらうには SNS がさ近道なのかもしれないっていうのも分かるし、それももちろんなんか全くやらないわけじゃないし、
それももちろんやっていきたいけど、でも私はなんか自分がステージに立ってる自分の方が好きだし、いやアイドルはみんなステージに立ってる時がすごい輝いてるとは思うから、私は何 SNS してなんかステージに立ちたいなんかって思うんです。なんかすっごいすっごい思うの、なんかさ、それをもっと分かってほしいなって思うだからなんかそうだね、これはもっと大事な時にって思う。だから多分このコロナっていう状況はすごい私にとってすごい不利なのかもしれないってもう昔から思ってる。なんかさ、すごいさ、なんか分かってるんで、なんかさ、そのファンの方のさ、そう、まあ、若い世代の同世代の子たちにもあおちゃんを押してもらいたいって気持ちもある。それをさ、そのくっつきたい、同世代くらいのくっつきたいをさ増やすとしたところでさ、ありがとうございます。なんかさ、ごめんなさい、なんかそういうことじゃなくて、そういうことじゃないのなんかそういうことじゃ、やめるねそう、中二トイレ特に、あ、そうなんです、タロット占い、私占い好きなんです、すごい、ちょっと9月には楽しみにしてますそう、ちょっともうちゃんと撮っとくね、じゃあこの話ちょっと撮っとくね、撮っとく、なんか最近すごいいろいろ考えててさなんかそのスピーチで話す内容のこともそうだけど、それ以外にもなんか今の自分の状況とかさ、何その生誕祭のさスピーチを考えるってなった時にすごい考えたんです。私すごい考えて、なんなら今も考えてて、お風呂の中でもずっと考えてる、なんならもう私が NGT 入ったとこからいろいろ考えてるのいろいろ考えてて、だからなんかそのね、今の自分の状況とかもさ、立場とかさ、いろいろ考えてみたいな時なんです、今すごいだからなんかそうです、ちゃんとまとめられるように頑張るね。でも一応なんか話したい内容っていうのはちゃんとさ箇条書きにしてあるのから、ちょっとけどなんかこういうことでいいのかなって思いながらでも正解はないから、正解なんてないから、まあ私らしくちゃんと自分の言葉で話せたらいいなって思いました。こんばんは。そう、でも最近は本当にすごい考えててなんかすごい考えてて、そうすごい考えてるのよ。私なんか長くなっちゃいそうなんだよねちょっと時間をしたのでアフタートーク3分でお願いしますとかさ、またどうしようとか思って。はい、ありがとうございます。でも今回は日曜日の公演だからね、夜公演もちょっと早い時間だからね、早い時間だからです、めっちゃ遅くなることはあんまないと思うんだけどね、ちょっとなんかみんなもしなんか終電とか逃しちゃったら申し訳ないなって。汗大丈夫そう、
と私絶対汗かいてると思う。だってさ、スモアとさ、ちっちゃいもの2公演ですよ。1公演1公演でもさ、汗かくに決まってるのにさ、なんならもう水浴びたみたいな感じだと思うけど。朝3時半に家を出るから寝たら、いや私が起こすんで私が起こすんで。こんばんは。あーでもすごい楽しみだね、楽しみだ。ちょっと楽しみだけど、ドキドキ、なんかドキドキする。なんか生誕祭、初めての生誕祭だからさ、ママにも見に来てほしいなって思って。生誕祭ってあのスモアの声も見れるし、ちっちゃいもんの声も見れるっていうお得な日なんだよっていう言い方をママにしたんだけど、いやでもやっぱりちょっとコロナ大変だし仕事もあるし、そのママキャリアウーマンだから仕事もあるしって言って、ママ来れないらしい。なんかちょっとあれ、それでも言ってちょっと喧嘩したけどもう仲直りしました。こんばんは。来ないからさ、来ればいい。だからお得な公園なんだってって言ったんだけどさ、そういうのに絶対私のお母さん考える。いやなんか仕事が休みの時しか休まないもんだって。まあ公園だってそんなさ、スモアってちっちゃいもんのお得すぎんって思って席ありがとうございます。古田葵葵です。で話をごめんして、来ないのって聞いたけど、キャリアウーマンだからやっぱ来ないって言ってた。なんか家族にもさ、ステージいっぱい見てもらいたいなと思う。直接多分なんかすごい違うと思うんだよね。青なんかすごいなんか違うと思うの。なんか多分あのね、家族のね、私多分家族のイメージでもなんかまだあれなんだと思う。なんか私バレエの発表会とか前見て踊れなくて恥ずかしくて、人の目の前で踊るってことがすごい恥ずかしくて、なんか発表会でちゃんと真正面向いたことがないくらいおどおどしてた子だったから、多分今もなんかあれなんだと思う。なんかちゃんと踊れてんの、歌えてんのみたいなって思われてるか。いやちゃんと踊れてるし頑張って歌ってるよっていうのちゃんと見てもらいたいっていつも思う。だからなんか家族にさ、そういう何喜んでもらいたい。なんかちゃんと私の大きくなったよっていうのを見てもらいたい。こんばんは。いや楽しみ、ちょっと頑張ります。ハルルンとの電話は生誕祭の、え全然そんなことないです。なんかはるかとさ、はるかと電話したの珍しくもないけど、はるかと電話しててって本当になんかそんな、何あんまりなんか普通の会話、なんで電話したんだっけ、なんかちょっと忘れちゃった。そうね、まあいろいろまあいろいろ電話してたんですけど、気づいたら40分になってて
20分も電話してて、あんまりなんかその真面目な話って感じでもないかな。電話で話すときそんななんか真面目な話しない。電話珍しいな。私あんまりメンバーと電話しないんですよね。なんかメンバーと電話しなくって、お母さんと電話することが圧倒的に多いの。それこそすごい1時間半とか電話することあるけどさ、多くて、てかメンバーと電話することあんまりないんだよ。で、今日ははるかと LINE してた時にその流れで電話かけたら出てくれて、逆にはるちゃんと真面目な話で何を話すか、それはちょっと真面目すぎてお答えできません。はるかと話すことね、そうね、なっちゃった。はるかぶりに支障きたしちゃうかもしれないから、ちょっとあんまりやめとくね。1時間半短い。私なんか1時間超えたら電話長いと思ってるんだよね、わかんないけど。カイリーが喜んでて安売りで、そうなの、それなんです、それなの。あのね、そうなんかさ、帰りに数学の問題が分かりませんって言って写真を送ったら、本当にね、なんでこんなに細かく教えてくる、あなたは学校の先生ですかと思うくらいめっちゃ分かりやすく教えてくれて、なんかもうわざわざノートに書いてくれて、ここはこうすると分かりやすいよみたいなってことを教えてくれて、すごい教えてくれてね、そのおかげで私数学できるようになって、もう今年じゃない、今回のあのテストはもうあれですよ、数学見込みありまくりです。帰りのおかげで本当になんかわけわかんなかったの、私なんか数学が数学がわけわかんなくて、そう、でもなんか最近の成長地図聞いてください。あのね、なんかさ、数学の問題ってさ、なんかさ、わかんないとさ、なんかもう嫌になるじゃないですか、なんかもうイライラしてもう勉強したくないってなるけど、最近わかんない問題でもイライラしなくなったの。なんかわかんない問題でもイライラしなくなって、なんかちゃんと自分で教科書見て解こうって思うようになったんです。でも教科書見てわかんない時にかえりちゃんに聞きました。でもね、中学の時からカイリーが勉強教えてくれてた。なんか握手会とかのさ、空き時間にさ、数学の問題やってた時とかカイリーが教えてくれたりしててさ、その影響で今でもカイリーに聞いちゃう。本当にすごいって思って、私ちょっと数学得意に なってきた最近。筋肉のめってないよまだ。だから本当に私の数学の成績はカイリーのおかげだって感じ。だから圧倒的にカイリーに聞くことが多い。あとはさ、なんか暗記教科が多いじゃん。暗記教科、数学も暗記っちゃ暗記だけどさ、でなんか数学もさ、なんかいっぱい問題解こうと思って、いっぱい問題解いてる、数学の問題。数2って学年上がると数3
なるのかな。でも水地水でもさ、なんか学年ごとに上がってるけど、あれって学年の意味じゃないらしいよ、数学の数素数字って。でも上がるのか、上がると思う。英語の方は、英語はね、単語を覚えて、その文章の日本語訳を覚えてらって感じ。大丈夫って感じ。英語もほぼほぼ暗記だなって思った。でもね、英語の先生なんかすごい優しい、なんか優しくないんだけど、優しいんだけど、なんか違う、なんかそういうことじゃなくてね、あれなの、なんかこのレポートを丸暗記 しときなさい、とりあえず、みたいな先生なの。だからなんか、あ、わかりました、丸暗記しますって言って丸暗記する。英語はなんか、英語ね、英語はでも今は数学の方が好きなの。気分屋さん、よりも理解、そうだよね、そうですよね、そうです、そうです。でもなんか英語もさ、プリントがすごい大変でさ、書きまくってました。なんかもうノートがもったいなくてさ、私ノート使ってるんですけど、ノートもったいなくて、画用紙に書いてる、なんかこの紙この紙にさ、画用紙に書いてる、めっちゃ。で、覚えてます。ハルル英語翻訳のペン、あ、サーヤでしょ。私あの場にいました。カレンダーの裏、カレンダーの裏に書くの主流なんですか。画用紙に書いてる、なんかさ、ノートもなくなっちゃうと思って。そう、あの線がないとさ、数学とかもさ、分数書きやすいって思って。最近はそうやってる。でも多分前回より点数はあんま良くなさそう。数学は前回よりいいかもしれないけど、分かんない、まだ分かんない。でも本当にちょっと勉強も頑張んなきゃなっていう感じで、ちょっとこれからちゃんと勉強しようって思ってる。ちゃんと両立させようって思った。どっちもできるように。こんばんは。西インド諸島も分かるようになんなきゃなって思って、東西南北も、そう、まだ日があるなら頑張る。でも、ね、伸びたんだよね、テスト、コロナのあれで伸びたからラッキーって思ってる。コロナのあれで伸びた、テストの日が。勉強面心配しなくてもいいと思ってる。本当ですか。
でもどう、なんかどうなんだろう。まあでもやんなかったらタブスク頭悪くなると。勉強する。インドネシアはさ、なんか こちら辺なんでしょ。インドネシアのこちら辺にあるんです確か。で、西インド諸島がここ。こんばんは、コロンブス。コロンブス、インドネシアここら辺にあって、西インド諸島がここ、日本がここ、オーストラリア、アメリカみたいな。赤点とか聞いたことない。赤点は取ったことない、まだまだない。でも赤点って言ってもさ、結構すごい、何、30点とか以下とかだった。え、インカ帝国ってさ、ない、あれ違う、インカ帝国はないって聞いたんだけど。インカ帝国ってあるんだっけ。わかんないわかんない、私地理できないそう、赤点取ると、え、なんかさ、なんかさ、その、だから赤点活動禁止とかはないですよ、そういうルールはないですけど、なんか再テストとか補習とかでさ、スケジュールがさ埋まっちゃうとあんま良くないみたいな感じだから、勉強も頑張るみたいな感じ。過去にあった、過去にあったです。あ、今はないですってことそう、だからなんか、でも今までそういうことはないです。なんかテストの点が悪くて仕事で行けませんみたいなのはない。はい、ありがとうございます。ないけど、やっぱりさ、ね、赤点取っちゃうとさ、補習受けなきゃいけなくなるしさ。はい、ありがとうございます。混乱させたろ、混乱したし。インカ帝国は過去にありました。はい、インプットしました。インプット、インプットの反対はアウトプット、アウトプットインプット、アウトプット、アウトプットって言う。ヘイシリー、アウトプット。踊るディスコ室町のアウトプット。すごい、なんか歌手の方、あ、すごい、歌手の方が出てきた。音楽流れちゃった。誰の音楽でした。え、全然知らない方全然知らない方だった。恥ずかしい、恥ずかしい、バンされちゃう、バンされちゃう。ちゃんとあるんだね、アウトプットって曲。はい、ダメだダメだ、バンされちゃう、バンされちゃう。なんで、ね、そんなことあるの、そんなことあるの。もうちょっとこの子頼りにするのやめよう。危なかった。こんばんは。そうですね、インプット、インプット、アウトプット。ちょっとあまり配信中この子に頼らないようにしよう。インプットアウトプットって単語はめちゃくちゃ使うよ。そうなんですか。ちゃんと覚えとこう。インプット、インプット、アウトプット、インプット、アウトプット、かわいいな、なんか。英語。
勉強も頑張るスタイルでいきますね。前からそんな感じだったけど、高校生なんか中学の時はさ、義務教育だったからさ、なんか進学できるできない心配とか、なんか単位とかそういう言葉がまずなかったからさ、あれだったけどさ、高校生になると単位とかさ、なんか進級とかさ問題出てくるじゃん。それがちょっと怖いよね。ハートありがとうございます。進級して卒業できればって感じ。初期ありがとうございます。でもちゃんと勉強はしようって思って。中学にも単位あるの？え、じゃあ私単位取れてた？いやでも取れてたよね。そりゃ卒業してたしたもん。よし、ありがとうございます。ほら、ありがとうございます。次期ありがとうございます。ふるたっておいです。勉強配信はね、今のとこやる予定はない。ちょっとなんか喋んなくなりそう。へえ、そうなんだ。中学の時普通卒業できた、中学校。でも中学の時の方が勉強大変だったな。こんばんは。試験ありがとうございます。古田太郎です。図帳つむじ配信、あおちゃんのつむじ配信テロップ、これからも帰りに聞くの。はい。帰りちゃん、かえりちゃんの迷惑にならないほどに。でも自分でも頑張る、ちゃんと。でもさ、勉強できた方がいいなって思うから。そう。こんばんは。でもカイリも優しい、本当に。勉強の話したらすごいすごい、なんか「え、何何？」って聞いてくれるから嬉しい。カイリも「頭が活性化できてよかった」って言ってた。本当、活性化させすぎないように気をつけるねって。そんな活性化。かえりちゃん、かえりたん、かえりたん、かわいい、ありがとう。ありがとう。でもさ、テスト前ってさ、教科書いっぱい持って帰ってくるから、リュックが重いからちょっと肩こりに気をつけますね。肩こりに気をつけます。しゃべん、そっか、だからでもそうだよね。なんか大きくなったら、仕事にもよると思うけどさ、もし書くのも少なくないさ。置き勉したら勉強できないから、ちゃんと持って帰ってきてる。偉いぞ偉いぞ、おちゃん。
肩こりに気をつけます。生誕祭楽しみ。あと5日だよみんな。ドキドキ。すごい生誕祭の話。あと5日。でも楽しみ。緊張してきなんか生誕祭の話すると緊張する。緊張なんか楽しみでドキドキしてくるね。DMM でも見ていただけるともうそれはそれは嬉しい。本当に本当に楽しみ。もうその日はそのもうその日もうその日はもうとてもいい日にしたい。とても最高の日にしたいって思ってる。になるように頑張ります、ね、なんかさ誕生日の当日もあれだけどやっぱり生誕祭も特別感すごいよね。こんばんは。どんな会話か覚えてないけれど他のメンバーの髪型も決めれる。あのね決めれるとかじゃないんですよね。あの髪型はね違うの。なんかその子の生誕祭だったらメンバーが聞きに行くの。ね髪型何にしたらいいってメンバーが聞いて、でその子がこれにしたらみたいな風に言ってくれるわけ。なんか決められるとかそういうことじゃない。全然そういうことじゃなくて、え全然髪型とかまだ決めてない。決めてないです。ただリハの時は今年の生誕って生きてくっていうのは決めた。意識高め。なんかドキドキしてきたということで明日の夜ご飯を発表したいと思います。今日はお豆腐でした。あ、さっきはお風呂の中でお豆腐の絵描こうと書いたんだけどちょっとまだ送れてないので配信終わったら送るねということで。はいということで明日の夜ご飯を発表したいと思います。なんかもうドキドキしちゃうね。あ今から、うん、夜ご飯発表するのもどうしようかな、うん、明日は決めた。いきます。明日の夜ご飯はじゃか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 じゃん、きんぴらごぼうで、あおちゃんの得意料理っても得意料理と言っても過言ではないこのきんぴらごぼう。私は細切り、あの千切りにします。ごぼうなんかささがき難しそうでさ、細切り千切りにしてる。
きんぴらごぼうで、みんなきんぴらごぼうを食べて健康になろうということで、明日の配信時間はちょっと夜の19時から配信します。夜の7時からするので見に来てください。多分明日はメイクしてると思うのでメイクしてると思うので明日はだね、もうじゃない、明日はです。明日は夜の7時から配信するので見に来てください。ということで、なんかそう7時にしますはい、ということで副車タイムでございます。なのであれですね、あの生誕祭まであと5日の5にします。あとごぼうの5、ごぼうの5と生誕祭まであと5日の5にしますね。でもこれただのパーになっちゃうか、ちょっと難しいかなとか。はい、取れましたごぼうの5と生徒戦まであと5日の5です。これ私手すごい広がるの、これも特技、手が広がること、ほらこれ青の特技なんです。初期ありがとうございます。古田って葵です。すごいでしょ、来た。私ピアノの方が得意ということで今日のランキングを読みたいと思います。レッツラゴー、いきまーす。13位、グロッチさんありがとうございます。12位、タカラさんありがとうございます。ちょっと手開き目のランキングで今日いきますね。11位、キンドーさんありがとうございます。10位、カッチャーさんありがとうございます。9位、茨城のゆうきさんありがとうございます。8位、カオルコさんありがとうございます。7位、シロさんありがとうございます。6位、ありがとうございます。4位、マー君さんありがとうございます。3位、ジンさんありがとうございます。2位、ジェールさんありがとうございます。1位、生誕祭当たったら喜びと申し訳なさの間にいるヤミーさんありがとうございます。ということで皆さん今日もありがとうございました。今日は手広めのランキングでお送りしました。ということでおやすみなさい。また明日お会いしましょう。ということでバイバーイありがとうございました。また明日おやすみなさい。